そうですね。全く、そうですよね。まあお茶でなければ、お茶を選んでいなければもっと楽だったかもしれないと思うことはないかっていうと嘘でしょうね。まあでも気がついた時にはお茶に興味があって、お茶が好きでたまらなかったので。そこにまずジレンマありますよね。やればやるほどそのジレンマは大きくなっていくので、やっぱり僕自身が考えるお茶っていうのは、例えばただお点前をすることや何かお道具を使って茶会をすることではなくて、お茶っていうのは僕は人や人と人、そして物と人で、時には物と物、そして場所と場と、そういう人や物やその時間というのは出会う場を作る文化だと思ってるんですよ。そういう意味ではお茶っていうのは本当に懐が深くて、日本人の美意識っていうものをこう表したり、それを学んだりする、一番いい学校でもあり舞台でもあると思っていますし、その懐の深いところに惹かれてお茶をやってんのかなっていう気もしますけれど、ある種いつか。お茶っていうことを本当にもうすっかり忘れて、自分の大好きなものに囲まれて、素直に、でもどうかな、自分大好きなものに囲まれて、そんなことってあるのかね。そうですね。茶人でなきゃいけない、茶人として立ち居振る舞いをしなければいけない、お茶っていうのはかくあるべきっていうたがを全部取っ払って、生きられるようになったら本当に素晴らしいでしょうね。とはもう、本当にこうお茶はこうでなきゃいけない、茶の湯っていうのはこういうものです、でお茶をするっていうのはこういうことですよ、なんていうことをいちいち事あげしたり、そういう立ち居振る舞いをする必要がない人生に至れたら素晴らしいでしょうし、そうなることを目指して、くどいぐらいお茶をやっていこうと思ってますけどね。まだそのジレンマと、ジレンマですね。茶人であるっていうことはジレンマだと思います。茶人にならなきゃいけないから、僕は茶人じゃなかった、でお茶の家に生まれたわけでも、自分にお茶があったわけでも、お茶のある人でもなかったので、そうなろうと思わなきゃいけないっていうのは、もうすでにそこに葛藤が生まれてますからね。その葛藤を飼いならし、いつか図らずも立つことができたらいいなと思いますし、でもそのためにはもうとにかく今目の前にある自分がこれはお茶だと思うことを、ひょっと飽きることがあるのかないのか分かんないんですけど、飽きることあるのかな、分からないですね。だからやっぱり覗いてみたい、壁があるなら覗きたいですから、果てがあるなら見てみたいです。んまり目標っていうのは
ない、これがこうですっていうような目標は実はないんですよ。ないね。非常に短期的な目標はありますよ。なんかこういうお茶の本を書いてみたいとか、宿題になってる本をちゃんと仕上げたいとか、そういう短期的な目標はありますけど、茶の湯でこれから目指すところっていうと、そうですね、それこそ茶の湯とはこうですとか、お茶っていうのはっていうようなことを我々日本人が全く口にしなくても、それぞれ全員が皆さんそれぞれの お茶に対する、てか皆さんそれぞれのお茶があるっていう時代が来たらいいなって思いますよ。別にもう習うとか習わないとか、お茶会するとかしないとかじゃなくて、本当に日本人が僕お茶っていうのは、日本人がその生活だ、日本のお茶っていうのは素晴らしい、面白いのは日本人にとってのこう生活を彩るものがお茶だったんだろうと思うんですよね。だからかつての先輩方や先達やもちろん今僕や今の時代を生きてお茶を楽しんでいる人が思うような、それぞれが考えるお茶以上にもう今までと違う形になってもいいから、生活を美しく楽しむっていうことが本当の意味で日本人の中に根ざすようになったらいいな、そのためにはとにかく自分がそのお茶っていう概念、お茶っていう文化を僕なりに解体して編集し直して、もうとにかくひたすら楽しんでいるところを見せるしかないと思うんですよね。でその上で、また時には要するに来る楽しいですか、苦しみかつ楽しんでるところを人にもう一緒に共感してもらって、でなんだか新しいとか古いとかいうことじゃなくて、 A 級でも B 級でもなくて、新しいとか古いでもなくて、お茶はあくまでお茶ですから、もうそれ以外でもそれ以上でもそれ以下でもないっていうことをみんなが分かってくれる、分かる面ですね、いちいちお茶お茶言わなくてもいい時代が来たらいいですね、誰もが。いつかそう言える一服に巡り会えるように頑張ります。巡り会いたいです。月並みな答えかもしれないんですけど、そうやすやすと言葉にできないものだから一番大切なんじゃないですかね。強いて言うならこう、一番大事なものなんていうものは何一つないです。ありがとうございます。木村さん、以上ではい、VTR とご質問を終わりにしますが、はい、最後に何かもし番組に、クレームでもご意見でも何でもいいですが何かあれば。そうですね、なんかでもとてもやっぱり面白いなと思いました。なかなか人の目から見て自分はどう映ってるのかっていうのを聞かされることはなかなかないので、とてもいい経験になりましたし、改めて冷静に自分の腰掛け癖を考えるいいきっかけになりました。はい、なのでこれからもいろんな方登場されると思うんですけど、こうやっていろんな人がこう付き合ってる一番身近な他人の手でこうある種こう切り取られてるその人の姿を見るっていうのはあれですね、なんかいいようでいて非常にこうそのさらされる身にとっては過酷なことだなと思いますけど、
それぞれ考えるきっかけになると思います。僕の場合はなりました。ありがとうございます。